残留農薬とは、食物に残った農薬のこと。食品衛生法では、農薬取締法で定義される農薬に加え、飼料添加物や動物医薬品についても、その残留量が基準を超えてはならないと定められている。残留基準は、厚生労働省薬時、食品衛生審議会の答申を受けて、厚生労働大臣が定め、別に定めのない限り、 厚生労働大臣の定める残留基準は 0.01ppm とされており、これを一律基準と呼ぶ。農薬の残留基準は、作物の種類ごとに定められている。これは少量しか摂取しない作物と大量に摂取する。作物とでは、残留濃度が同じでも体内に取り込む量が異なる、ことや、調理の仕方によって取り除かれる割合が異なる、ことなどによる。 残留基準を定めるには、動物実験を行って1日摂取許容量を決定するなど多大な時間とコストがかかるため、あらゆる作物に残留基準を定めることはできない。基準値を超えた残留農薬が検出されて問題となるよくあるケースに、その作物に適用のない農薬がドリフトなどによって付着してしまったという例がある。この場合、 残留していた量が適用のある作物で定められた。残留基準に満たなくても適用のない作物では一律基準が用いられるため安全性とは無関係に基準値超過となってしまうことがある。テトラサイクリン系抗生物質はカルシウムなど2価の金属イオンとキレイトを形成するため、厚生労働省通知の動物用医薬品一斉、試験法で定量することは困難であった。 TCK は主に成長促進剤として使用されている。また、耐性菌を発現させる原因にもなり得る。ありがとうございます。